人だったな、本田の話ですね。一応、私は、こっそりからメドラプロジェクトの中の人だったりするので、一応、本田ネタを持ってきました。では、よろしくお願いします。ちなみにアナコンダのアーキテクチャの話になるんですけども、アナコンダはステージ1とステージ2という2段階のインストールの段階があって、1段階目ではフルオプションを拾ってきたりメディアもチェックしたりなんかします。だから必要だったらネットワークの設定とかも勝手にやってくれて次のインストールに進むと。でステージ2では多分皆さんよく見ているキーボードとかね、パーティションの設定とか本当のインストールの処理が入っています。で、ちょっと分かりづらいんですけども、ステージ1はものすごい意味で、基本的にこのまま文字が出ると、インストール、ステージ1が終わると。で、ステージ2がこういう普通の GTK 的な画面になっています。で、アナコンダのプログラミング的には、ステージ1が C 言語、で、それ以降のがステージ2がステージ Python で、UML や PyGTK を使う。非常に分かりやすくて、ほとんどユーザーランそのままのことができて嬉しいと。そしてですね、実際にインストールしていくと、なんだっけ、画面的な機能を追加するには、3回だけ追加すれば基本的には動いてくれて、ディスパッチ UI と GUI クラブインストールクラスっていう3つのファイルを適当にクラスをここで追加してあげることができ、画面とか質問であったら、普通に人体ファイルだけでいればいいんですけども、画面の使いたい機能が必要な人は、この辺のファイルを見ることがあります。そして、各この辺の3つのファイルの話なんですけども、まず、ディスパッチ UI はインストールデジン、ネクストをしたときにどこに行くかとか、モードにどこに行くかっていうのを進めていくか、各ファイルはこれで、基本的には、その名前、キー名と、あと何か、何かやりたいときは、関数名とかも渡して、ちょっとリストボードになっている、リストの中のリストとか、そんな感じになっています。GUI、QI というのは、GUI そのものボタンを押したときに何をするか、的な関数、クラスを処理、関数とかを書いているところで、でも同じくキー名があって、そこに次に、2人目のかな何かがあって、次に、これはクラス名です。ここのクラスが呼ばれて、何かしらの処理が動くようになります。次のインストールクラスって言われたのは、ディスパッチで登録した機能をそのまま使って、何をするかっていうのをここでまた決めてる感じで、これもあんまり面白くないファイルです。で、この3つのファイルを適当にうまくいじってあげて、上げるのと、なので今なんでこの3つのファイルがあったかというと、画面側の処理とそれプラス裏で動く処理の、ファイルが微妙に違う。例えばランゲージ UI というのだと言語周りの本当の処理がランゲージ UI で実行するんですけども、ランゲージ UI だとそこの画面に関する動きをするので一応こういう分かり方になっていると。そしてGUI のコード、PyGTK であれば、Pyアナコンダというディレクトリの I ラブというですね、ここが、GUI を使いたい場合で、普通にテキストベースにインストールする場合は、テキスト W というディレクトリにあるファイルをいじることになります。で、これサンプルで書いたやつなんですけども、handlem.lim っていう、進みます。一応、適当に、うまくやると、こういう感じで、絵を貼り付けつつ、トップ画面としての文字列を振って、ネクストを戻るという画面になってきます。で、これなんですけども、これを実際にこう作っているところがこういう感じ。関連で言うと GUI で、ネットはいつも通りのフォトワンファイルから来たまんまなんですけども、それ以外は普通に、GUI の PyGTK でデータを読み出したり、書き出したりするだけという感じで、割と簡単に。処理ができる。そして、本日のカーネル VM と PyGTK の方が何もしない。この辺はですね、アナコンダの場合って、インストールが終わるとキックスタートファイルを使えるファイルというのにするも、この辺の処理、
なんかブログをちゃんと実際のファイルに書くときとかに、そういう場でできて、それだけでは何もしないと。パンでもパスパスパスで何もつけることができます。で、実際にまあ、これらのファイルを追加して、アナコンダとか、ポリガムに対するんですけども、まあ、こうやってテストするだけの話かと思うんですけども、まあ、DVD のアドレスイメージとかをするのではものすごく大変で、そんなことができなかったのと、あと、だから既存のアドレスのイメージをできると、今度は、チェックサウンドが見なきゃいけないので、これはすごい大変な感じになってしまうんですよね。で、まあ、アップデートイメージっていう、要は、ライブパッチ的な処理があって、アナコンダさんにのルールオプションとして、アップデートイメージなんとかっていうふうな渡し方をしてあげます。という感じですね。ブート時、CD とか DVD からブートした時に、アップデートイコール、どこどこのアップデートイメージとかっていう感じで、データを渡してあげると、アナコンダはステージ1の時にこれをダウンロードしてきて、実際に書き分けるような感じになっている。で、何をしているかというと、サブジノアジという手もありますけども、ステップファイル、RTM ファイルのステップファイルと Git のタグを見て、そこからどれだけ変わったか、その変わったファイルだけを、CPI をまとめてリリースするという感じで作って、でこれの場合で割とアナコンダとか実はしやすくて、ISO とか本当に付き直すと、NFS で Git より自分で持った方が早いとか、そういう感じになってしまうんですけども、アップデートイメージを使って、割と手軽にデータを切り替えたりできる。という感じです。こういう感じでやると、アナコンダっていうのは本当に、割と簡単にできて素晴らしいんですけども、それだけだとつまらないので、ちょっと作りました。何をやるかというと、Linux の代わりに自作関連ではアナコンダでインストールさせると。で、去年かな、一部の方は知るんですけども、自作パネルを作っていて、それをなんとなくアナコンダでインストールしてみようという感じで、大丈夫なんですけども、一応、Linux の代わりに10万円パネルをインストールさせるという処理を作りました。で、やったのは、実際にやったのは、このバイブレーインストールと言われると、ブートローダーと言われると2つだけで、要は RPM ファイル、バイブレーインストールは、RPM のパッケージをダウンロードして、実際にディスクにインストールする部分なんですけども、あと、ブートローダーと言われるブラグマリの処理ですね。ここだけちょっとどうしても書き直さないといけないので、適当に書き直して、両パネル選択のアナコンダを作ってみました。で、全部もしょうがないので、簡単な説明なんですけども、要はアナコンダさんの、グラフが、グラフはちょっとアナコンダのグラフが、ですね、リラックス的なデータファイルシステムの構造を必要としていた関係で、ちょっとお手軽にタイミングはリラックスのイメージファイルシステムイメージを直接インストールされるディスクに書き込んでいくというデータのと、あとはブレッドローダーと言われて、ちょっと面倒使ってないんですけど、グラフの RPM をまずそのディスクのところにインストールしてしまって、あとはルートディレクトリーを指定して、グラフインストールする。あとはバッチモードで、ちょっとコマンドラインから自然にグラフをインストールして、自分のインストールしたいパネルの設定をここで打ち交わしてあげて、さらに自分のパネルをスラッシュと、この MNCC イメージっていうのがインストールされる同じ場所なんですけど、ここに。で、グループの2割でやっているのは、このカーネル、実はそういうので、カーネルを。ここに来てる皆さんは、基本的にカーネルとか作る人だと思うので、ぜひ作ったらですね、アナコンダでインストールエラーを作ってください。そうすると、キックスタートで研究室内の、計算機すべて家庭にインストールすることができるようになりますので、楽しみにしてください。
ライトニングトークということのちょっと緩いネタを持ってきたんですが、今まで皆さん話した人たちがみんなカーネルものとか VL ものが多くてどうしようかなと思っていますが、ちょっと旬なので最近やった話を話させていただこうと思います。最近その、まあ、地震が多くて、その緊急地震速報をいろんな携帯とか受信するのが多いと思うんですが、あれって結構いろんな方法で配布されていて、その内容をうまく使えると例えば、まあ、アプリケーション作れるんじゃないかなとか、まあ、この辺の人たちが何かその応用を考えてくれるといいかなと思ってちょっと話しました。申し訳ないですが、普段だとちょっとハードウェアのネタを話したりカーネルのネタを話したりするんですが、今日はピュアなアプリケーションの話なので、あの最終的にオチも別にカーネルに行かないんで、あの最初にお願いします。でこの辺って大体皆さん知ってますよね。最近テレビ見てると地震速報は何だとか、 そもそもテロップが出たりとか、こういう会場で地震が起こるとみんなの携帯が鳴ったりみたいなことが起こると思うんですが、あれって何をしてるかっていうと、確か300とか400とかある地震計っていうのが日本全国にあって、それがネットワーク化されていて、その情報を集めて最終的にどの辺がどれぐらい言えるかもしれないとか、実際地震がどこで起こったかもしれないってことを、まあ、通知する仕組みで、この、まあ、10年ぐらい開発されて、この5年ぐらいに導入して最近よく使われているような感じですね。まあ、使われ方、これもよく見るやつですが、まあ、テレビに出たりラジオが鳴ったり、あとは何かな、こういう大規模なビルだと地震速報の前にあのビルのアナウンスでこれから地震が起こるので気をつけてくださいみたいな流れたりとか、エレベーターが止まったりします。あとはまあ新幹線が止まったりとか、いろんなことで使われています。でこれ普段使うときにあのどんな種類があるかっていうと、多分携帯とかテレビで来るのが一般利用者向けっていうもので、比較的たくさんフィルタリングされてしまったもの。本当のセンサーの仕組みの中ではすごい精度が高い予測をできるか早く逐次的にやっているんですけれども、そのうちの一部を、まあ、ユーザーに見せてあげようっていうような部分が一般利用者向けと出てくるんですね。あともう一種類あって、高度利用者向けっていうのがあって、これは何かっていうと、まあ、ちょっとこのプレゼンに書いてあるんですが、どっかが本当に入れた場合、正しくその情報を伝えるのか、もしくはその上の方、一般利用者向けは最大予想震度5弱っていうぐらいの尺になっているのが、そのマグニチュード 3.5 以上、もしくは最大予想震度3以上の時にはちゃんと通知を行いましょう。で、それをあの配布する方法として、インターネット経由の配布っていうのがあるんですが、これはなんか気象庁絡みの財団である気象業務支援センターっていうところが、インターネットを使った、違います、IP プロトコルを使った配布っていうのになっていて、ただその速報性を担保するためにどうなってるかというと、専用線を引けとか、専用の VPN を引かないといけないっていうのがあるんですね。まあ、プロ向けなので。そういうわけで、我々が使えるとしてはどういうことになるかっていうと、その財団法人緊急業務支援センターにまあ専用線を下げて、月々名前で3万5000円だとか払うか、このそれを払っている事業者が配布しているその2つのやつですね。その再配信を。で多分一番使いやすいのは NTT コムさんがやっているフレッツ対緊急地震速報フレッツ対っていうのがあって、これは確かフレッツを使っている方々は月500円の中で、お家の IP アドレスに対して通知を送ってくれるサービスです。まあ、ここ IID の文字を載っけておくと、 IID の緊急地震速報配信サービスもやっていて、それはあの IID の顧客向けですね。 IIJ から回線を買ってくださっているお客様には無料で配布している、まあ、こういうサービスとか、まあ、こんなのを使っているというのが前提で、じゃあこいつを使ってアプリケーション書きたいなとふと思ったりしますよね。しないかなあの本当にどれだけ流れてるのかとか、そういう誤報多いなとか思っている前に、じゃあ高度利用者向けの速報を見たらどこまで来てるのかとか、じゃあそれを使うとあのPC が揺れても早くシャットダウンできるんじゃないかとか、そんなことを考えたわけですけれども、でここからがまあ何をしたかって話で、で、まあ、ブログに書こうと思うわけですね。ただこの手の仕組みであのすごく戸惑ったのは、仕様書が
インターネットにまだない世界っていうか、やっぱりあるインターネットを使って配信してる割に使用者がインターネットに全くなくて、あの財団法人気象業務支援センター、多分この辺にあるらしいんですけど、そこに行くとあのハードコピーを売ってくださったりとかですね、もしくはそのアップデートがここに今216号とかこれ関連図号なんですが、その330号って最新版を見ると今度は地名データが更新されまして紙で配布されてるらしいですなかなかそのキャッチアップで大変そうだなっていうのはあります。で、あとはあの IP 配信してるプロトコル、多分どっかに使用書はあると思うんですね。いろんな人がソフト売っていたりハードル売ってるんだけど、それがどこにあるかわからない、まあ、僕にはわかりません。きっとわかる人にはわかると思うんです。で、困るので、まあ、しょうがないと推測します。で、手続きとしては、まあ、TCP でクライアントモードともしくはポートを開けといてサーバーモードに何かメッセージを送られてくるらしい。で、メッセージ種類はあの管理プロトコルのヘルスチェックリクエストってやつと地震速度というらしい。で、メッセージによってはチェックポイント応答にあるらしい。これは どういうその想定で作られているかというと、つながってるけれども実は回線が切れていて速報が送られなかったら困るわけですよね。というわけで1分目ぐらい送ってるよ、本当につながってるかどうか の回線の管理をするための仕組みがたくさん含まれていて、ただこれをちゃんとやらないとそれから送られてくれなくなったりするわけです。で、多分この辺の人たちはバイナリー世代に安心できないと思うんですけどちょっとエクサイトの内容を出してみたんですが、ペイロードケースが簡単で、あの10バイトのヘッダーのうち最初の8バイトがその後続するボディのネームスが入っていて、その後にそのボディの種別が2バイトに入っている。で、上に書いて EN とか大文字 EN、小文字 E の大文字 N とか、まあ、そんな、2種類の、種別コードがあって、その後にレンズメッセージが来るようになっている。で、見えます？で、具体的にはこの辺に194、しかもあのディスト194バイトっていうのはバネ回転じゃなくて194っていうアスキーが入ってるんで、それを間違えていないんですが194バイトのデータがこの辺からここまで入っているっていうのがこの辺ですね。で、ああそうか、ボディのレンジした方からか。で、その後になった謎の、32、4、7バイト、6バイトぐらいの動画が続くんですが、その後の30バイトが復帰らしいとか、で、まあ、この辺に電流種類が書いてあって、これも実はあの後で見ると分かるんですが、なんか半角シストリスって書いてあるんですね。なかなかプロが困っている、結局バイナリーが来たっていうんですがなかなかいつかこの辺ですね、これ実際に送られてる続報の値なんですけれども、この辺にナウキャスト4気象って半角からの、シストリスの場合のところではない、それでいろんなメッセージを、見るということになっています。で、正直に与えていけないことは、最初に送られてきたものが制御メッセージ、中身が CHK、小文字 CHK だったら、ヘルスチェックオート、これですね、大文字 CHK を返してあげると。で、チェックポイント要求があったら、さっきの謎のクッキーの30バイトをつけて、その33バイトの音でバックをつけて返してあげる。これをやってれば、いつまでも情報を送ってきてくれるっていうのが、まあ、基本的な仕組みです。で、種類が当たって、まあ、レコード全部、日本語のシステムで書いてあるものと、コード全部っていう、その、もうちょっと詳細なコードだと。で、基本的に受信すると、こんな感じに、1個の受信に対して、速度4個、5個、6個、7個みたいな、これが最終号ですね。そして、あの、45秒、受信が起こってから、実際にそのデータが確定するまでの間に、まあ、これぐらいダダダダダダダと出てくるのが、仕組みになる。ただこの日本語のデータとしてそれをパースしてもいいんですけれども、なかなかパースするのめんどくさいんで、やっぱりコード連符をうまく扱えないとうまく書けないなと思うので、まあ、頑張って216を見るわけですね。ただそれを考えるときに一番めんどくさいのが地名情報で、コード連符は地名 の215番、これは例えば251番だと、福島県浜通りみたいな、そういうコードネームの対応があるんですけれども、これもまた紙で配られていて、まあそれをいちいち打ち込まないといけないわけですが、まあ、基本全部380点ぐらいのデータを打ち込んだ時に、英語版とフランス語版と韓国版も作っていたので、まあ、こんなデータで作ります。まあ、ここまでできれば簡単で、まあ、さっきの話で Python でさらっと
こういうのを要するに受信してこのデータを解析して、説明データも辞書で持っているような、出力をかけるようにするので、まあ、こういう比較的簡単な、例えばツイッターのボットが一番簡単なと書いてきましたが、複数の言語で書けるか、表現するツイッターのボットを書いてみるとか、もしくはなんか、そうですね、地震が来る5秒前に分かれば、ハードディスクの、ヘッドの解析ができるかなとか、まあ、メモリーの内容を映像化できるかなとか、そんなことを応用できる、できる人がいたらいいなと思って、ちょっとここで話しておきました。で、質問ありますか？ここまでで話しておきます。ソースコードがどこにあるのかとか、そういう質問でもいいですけど。はい。あ、後ろからマイクが走ってきます。質問というよりはコメントなんですけども、はい、私もですね、やはり緊急地震速報で確認を作って、言ってます。全然あの、で、その時にですね、使ったのは、WHI さんの、ラスト10セカンドというアプリケーション。あれが比較的ですね、簡単に解けてます。中身が多分、嘘でやってるんで、言っちゃいけないんですけど、多分、ここにいらっしゃる皆さんであれば、こう確実に、アンコールとか、PC であれば、あ、これその気象庁から出てくるやつのプロトコルで撮ってるので、あ、それはその、ラスト10セカンドも、特定のプロトコルでやった後で伝聞が来るのはこの気象庁なんです。そのラスト10セカンドどこから出てるんですか？実際には、私が作ったアプリケーションの場合はラスト10セカンド自身は、Windows 上のアプリケーションなんですけども、同じような挙動をするアプリケーションをウェブ上に置いておいて、でそこで受け取ってきたものを、Google アプリケーションに。あ、いや、ソース、その地震速報のソースはどこなんでしょうか？あ、コード利用の。コード利用、はい、そうすると、あ、だから今回話しているのは、そのラスト10セカンドがやってるようなコード利用のやつから直集して何かするっていうプログラムを書いてみた話なんですけれども、Windows のプログラム必要ですか？あ、いや、Windows のプログラムがあって、そこでコード利用っていうのはそのまま取得できるので、IIJ さんとか、フレッツさんとか、ね、関係ないと、まあ、多分取れないですよね。で、簡単にコード利用のデータを取っていくには、ちょうど調べられます。わかりました。ありがとうございます。まあ、作ってみて、まあ、どうしようかなと思っているので、要望があれば何とかしようかと思いますが、要望がなければこのまま漏れていくので、何かあったら言っていただければ幸いです。どうもありがとうございました。はい、マイエミュレーターとしましては、大学生は私が作ったいくつか中国エミュレーターをちょっと紹介したいと思っています。で、自己紹介なんですが、まあ、もうほとんど何度も聞いているのか分かっていると思いますが、私の名前は古川大好きで、ハテナは D 大変神、ツイッターは D アンダーは神となっています。で、今日発表するものなんですが、エクサ、エクサ中継メーターで、これはすでに、もう一枚発表済みで、第4回カーネル VM 探検隊やエクサ中研究会で紹介したものとほぼ同じものとなっています。それで簡単な説明なんですが、まあ、エクサ中継メーターの作成に Java で作っています。で、バイナリーを読み込んで、プログラムカウンター、まあ、これ変数です。変数を取り寄せて、それが指している命令を実行します。ただ、この時に、まあ、実装しない命令が来たら、インテルのマニュアルを読み、ひたすら実装するというのを理解して、エクサ中継メーターを作っています。
そしてあのデモなんですが、今ブラウザー上でエクサスフェミネタを実装したものを表示しています。これに16進数の記載をコピーして貼り付けて、これはディスプレイの代わりなんですが、これを実行すると、ハローワールドと表示されます。ちょっとちっちゃい。16進数を実行した結果がこれにこのディスプレイのところに表示されています。他にもあるんですが、ちょっと今は次に進みたいと思います。でこんなこともありましたというので、今日はやる気がないんでという話題をして、お気に入りに登録された数だけ実装するとかいうのがあって、これだけ、次はこんなこともやりませんっていうので、紹介してもらってお願いします。で、エミュレーターの進捗状況なんですが、僕のアレクサ接続の一部の約200の命令で、一部のバイオスコールも実行できるようにしました。で動かないのはバイコンより実装しないので、これは実行できません。またページングも実装していません。で、IO ポートの方も全部通なので、これらはほとんど動きません。なので、このエミュレーターを、動くのを確かめるために自作 OS を作って、それを、試しデモします。で、今回動かす OS のデモなんですが、QM で動かすことに失敗したので、先ほど言っただけで動かすことにします。見られているはずなんですが、出てこないので、もしかしてこれも失敗するのかもしれません。ちょっと失敗してますね。本当はもうちょっと、ちょっと遅いですね。ほとんどちょっと遅いんで、前に第5回の時に、自作OS を作ったっていうので、紹介したやつを自分のエミュレーターで動かしました。これがデモです。で、これをブラウザーで動かしたいっていうのが願望がありまして、ブラウザーにこだわる必要はなかったんですが、ネタがなかったのでブラウザーにして読めました。ネタのためにブラウザーで動かしました。で、ブラウザーで動かすためには、Java アプリットがあるんですけど、これはちょっとギャーっていうのがあって、よくアプリットシミとか言われるので、 HTML プラス JavaScript で動かしたいんですけど、これは Java を JavaScript に変換すればいいということで、Java を JavaScript に変換するというものを用意しました。ただこれはもうすでにあって、Google Web 通知というのがありまして、これを使えば Java を JavaScript に変換することができます。で、これを HTML で組み込めばブラウザで実行できますが、一部の Java の使いライブラリが制限されたりするので、Java の使いライブラリが制限されますが、先ほど言ったり修正ライブラリのほとんどは使用可能なので、この Google Web 通知等で実装しました。
で実装施設なんですが、じゃあ、でも話すってことにします。まあ、プラザーで動くか。まあ、ダメだったんじゃないですか。まあ、はい、でもダメでした。すいません。で、ここについてなんですが、エキサの整理、エキサ受け身探索整理単中断します。これはちょっと、自分の力に限界感じてしまったので、もっと簡単なものを実装してもらって、代わりに別のイメーターをつけてと思っています。で、ブラウザーでこれくらいに動かすかどうかを、まあ、先ほどのデモに突破したように微妙だなと思っているので、やめたいと思っています。以上です。ありがとうございました。どうも、熊木です。土ロックフリーというタイトルでなんか登録されてるんですけども、土ロックフリーって何なのかって言いますと、ただ単に人力でロックフリーってつぶやいてる人に全手動ボットで投稿してるんです。全く文脈関係なくロックフリーって発言したらとりあえず反応するんで、どなたか興味のある方は何でもいいんで伝えてください。全国のスポーツにしたいと思ってるんですけども、あんまロックフリー詳しい人がなんかそんなにいないらしくて、ロックフリーの啓蒙をしていかないといけないなということを思って、現在ロックフリースタックの発表資料を持ってきました。ここから超特急で話すので聞いてください。ロックフリーっていうのは簡単に言うとロックを使わないことなんですけれども、厳密に言うとスレッドをブロッキングしないということと進行を保証するという2つの大事な要素があります。ビッチクラックを例にとってみますと、複数のコードで1つのコードである場合にクリティカルセクションというのを用意して、そこに1つしか入れないという約束を作ってやれば他のコードを配達する危険がなく使えるんですけども、実際にはそのクリティカルセクションに入ったコアがキャッシュミスしたり、もしくはクリティカルセクションに入ったコアが OS によってプリエンプションされてしばらく帰ってこない、全体の足止めをすることがよくありまして、これは 2,3 コアならまだ話題を出すんですけども、コア数が増えるにつれてお前何やってんねんみたいな怖い状況なんですけど、そこで登場するのがロックフリーというものでして、これはクリティカルセクションを作らないので他のスレッドは足止めしないんですけれども、何も考えずにロックをなくしてしまうとどうなるかと言いますと、CP の内部では皆さんご存知でしょうけれども、処理は複数のステップに分けて行われます。読み出して、足して、保存するみたいな感じですよね。これ、うまく動く場合には、
まあ、なんとか1に2回1を足して3になったりするんですけども、もちろんタイミングが悪かったりするとなんかすごく残念な交通事故に結果が合わないと思います。でここで登場するコンピアンドスワップ命令といいまして、皆さん1日100回ぐらいだと思いますけれども、保険の発生の守りが指定車体を持っていたら指定車体が書かれるっていう命令で、それを他のスレッドに邪魔されることなく一気に行うことができます。下の関数はそんな関数は存在しないんですけど、各7の関数です、C4PXCHG とか1日何回でも行えますよね。でこれを使って先ほどのカウンターを作ってみますと、値を読み出して実際車内を使ってコンピアンドスワップをするという簡単なことになりまして、失敗したらやり直すところがポイントです。でこれを使ってやりますと、先ほどの交通事故するパターンであってもコンピアンドスワップが失敗するので再挑戦することになって、また読み出してまた走ってということで結果が合うようになります。でこれを使ってロックフリースタックという本題に入っていこうと思います。これ、簡単な C 言語の、モードなんですけども、これ黒い矢印はポイントアップします。でヘッドがそのノードを指してて、でこのコンピアノスワップをヘッドポインターに対して適用していきます。新しく入れたいノードがそのヘッドを指すように、ポインターをつないだ後にヘッドに対してコンピアノスワップを使って指す先を変えてやると、これでプッシュを高めるんです。簡単ですよね。でポップするときは逆にヘッドがその次の値を指すようにコンピアノスワップして、これに成功したスレッドがそいつを奪っていくと、これによってポップが成功します。完了します。で、複数の操作が同時に行われた場合どうなるかと言いますと、コンピアンドスワップは同時に1つしか成功しないので、ノードをたまたま選ばれたノードに対して成功しますし、失敗した方はそう失敗すると判断したら、現在の先頭に対して再びノードを繋ぎ替えて、コンピアンドスワップをそれで発行します。これにより直列化されます。頭いいですよね。でこれロックフリースタックすごいねって言うんですけど、これだけだともうなんかみんな知ってるよって言ってなんかすごい怒られそうなんで、でもなんかちょっとどうなってるかっていうと、これ使っていくとこういう問題が発生するんです。みんなであまりヘビーに使うと、ロックで使うよりはまだ性能が出るんですけども、ヘッドポインターを大変な取り合いが発生してしまって状況になるわけですよね。本当に世紀末なんですよ。でこれだともう女子力が低下してしまう大変な案件が発生しておりまして、これをどうにかするための一番簡単な対策がウェイトを入れることなんです。衝突した場合にはその失敗した方がすぐにドライするんじゃなくて、あ200ブロックくらいはどうかなという、これは固定数じゃなくて乱数で決めて適当にぶつかり終わりを回避するんですけども、これはつまりこう待てる大人の女性をアピっちゃって女子力を向上させようという作戦に当たるわけですよね。これ、女子力のベンチマークを取りますと、緑色先生とか赤い先生の方が、ボス数が増えた時のスループットが出ていることが分かると思います。で、まあ、それぐらいでもまあ知ってるよって言われそうなんで、割と最近出たの方で、そもそもスタックっていうのは、プッシュする人とポップする人とのマッチングを高速に行うことこそが使命なので、そこでヘッドポインターなんて一つも取り合うから悪いんですよ。これ、待機場所を使って、プッシュした人とポップした人とが適当に落ち合えればいいんじゃないかと。これで王子さんもゲットするわけですよ。隠れ家に来たわけで、モテカは愛されすぎるようになってしまう。具体的には、他の隠れがエリミネーションあれ、皆帽子の配列みたいなものを。ポイントの1ビット目に裏帽子をします。これはこのポイントはヌルも含めて、マーキングされてないポイントとマーキングされてるポイントと、その3状態があります。コンピュアのスワップを使って状態を変更します。では、この辺は待機時間、厳密なアルゴリズムの簡単な説明なんですけども、基本的には、スレッドがやってきて、そのエリミネーションアレイの一つの要素に対してコンピアノスワップを行う。行うときには、ヌル状態だと判断した場合は、ウェイトへ。ウェイトだったらコンピアノスワップビジーへ。ビジーだったら、また別の場所を探すという操作を繰り返して、先ほどの待機時間の間だけ、エリミネーションアレイの中で待機を行う。具体的にはどういうことになりますかというと、プッシュを行ってコンピアノスワップを、エリミネーションアレイ中でポインターをコンピアノスワップを使って、刺すように書き換えまして、そこに待機時間中にポップを行ってくれる王子様が現れた、そのポップをする人はそれをウェイティングからビジーにコンピアノスワップして、で敵のところを刺されたなと思ったら刺して自分だけのものにして、その後にここで女子力を発揮してるんですけども、ちょっとさらにくいですね。このビジを指してるところを、プッシュを最初にコンピアノスワップした人が後片付けをして、声
えると。これで作戦大成功。これがロックフリーなエクスチェンジャーと言います。これもあれ、ファイルを作ってベンチマークを取りますと、なかなか素晴らしいツールをちょっと叩き出しております。なんかスタッフそんなに使うのか、あ、そうですよね。あのスタッフって聞いて、なんか割とみんなが、そんなもんあんま使わねえよみたいな、特にその配列でやってるのはとかくとして、線形リストのスタッフなんていうのは、遅いばっかりで誰も使わないと思ったかもしれないんですけれども、実を言うと、ロックフリーマロックっていうのは、大体スタッフをベースにして、作ってあるんで、大体マロックの話だと思って聞いてもらうと、ちょっと愛が湧いてくるんじゃないかと思います。で、まあ、議論としては、このようなことがいろいろありまして。個人的には一番下のところが面白いと思ったんですけど、プッシュとトップがそのたまたま、ね、あのプッシュする人同士が同じエディミッションあるようにぶち当たった場合どうするのかっていう場合も、とりあえず交換しちゃって、やっぱりその交換したものがいらないんだったら、いろいろ交換ができるまで延々とそのプッシュとトップのあれを繰り返すというところが面白いと思いました。で、今日の、話本当でしたか、まとめますと、メモリを取り合って泣いちゃう前にバックオフ待機で大人の女性をあびっちゃおうっていうところと、疲れたら都会の隠れ家的なカフェで王子様をゲットしちゃおうの2つが主な議題となりました。興味のある人はマスケラブルのフリースタッカーズ、サシュアルゴイズム、ニーシャリト先生の本ですよね、論文ですをチェックしましょう。以上、ありがとうございました。辻の振り返しをちょっと入れます。ですね、最初はアルゴリズムで、ウェイトエレムっていうのがあったんですけど、はい、あれベンチマークとしてよ、あれ、はい、それ実際本当にマイクロベンチマークでスピード上げようと思ったら、これって本当平行にやるんじゃなくて、スループだけを単純に言うんであれば、CPU の数だけ、それぞれシングルスレッドで全体をロックして、単純実行するのが一番早いんですね。コンテンツの設置一切走らないので。なので、これって、スリープリやることで、実は、コンテンツの設置の数が減る。一個のスレッドが単独で動いてるのが伸びるっていうパターンで、多分、見た目をスループが上がってるみたいなので、あんまり、ロックフリーの意味がないように思う。要は、上に止まらないという良さを消しているように見えるんですけれども、その辺はどうなんでしょう。僕の理解だと、待機を挟むというのは、コンテキストのスイッチを削減するというよりは、なんでしょう、バスの方を防ぐとか、そっちの方に利益があるんじゃないかと判断してるんでしょう、ですけれども。いや、スリープするっていうことは、その間 CPU を、そのツールが、OS に返して、で、そのタイミングで、別のツールが CPU を使っているということですかね。はい。で、そうなると、では、すみません、スリープに関しては、それは完全にディストリートなんで、スピンオフでスリープしようかって。いや、それはないけど、スピンオフやるんだったら、多分こんなパフォーマンスじゃないです。スピンオフやるっていうのはキャストループするのとあんまり変わらない。ローカルスピンなら違うと思いますよ。ローカルの自分の N1 しか慣れない、シェアの状態ではないところでスピンにするんであれば、ですね、このキャストロックは、スピンオフのロックと違って、例えばロックのところ、ロックの場合は例えば0はアンロック、1がロック状態であれば、1だったら0になるまでキャストせずにいるっていうパターン。はい。それは当然あります。で、今回キャストの、キャストの方をロックフリーかスタックの場合は、当然次に見て、それを管理によって次またキャストを実行するっていうパターンなので、ロックフリースタックのタイミングで、スピン、キャストではないスピンというのはありえないですね。そうですね。なので、これで、スリープではなくて、単純にスリープしてるパターンですけれども、それは、スリープでいっちゃうと、これ、見た目のスルーフットが上がっちゃうっていうパターンがあるんで、ちょっとなんかもうあんまり信用できないなっていう、やるんで。まあ、そうかもしれない。これのベンチマーク自体は、そもそも最後に紹介した論文の最後のところから持ってきて、上の、そうですね。多分そうだと思います。あっちの方はちょっと、今日がちゃんとしたことですけど、こっちの押さえとかなんですよ、すごく。そうです
こちらでは初めましての方が多いと思いますが、長谷川と言います。今回はですね、全プラスアップストリーム PM がこんなに時代限なわけがないというテーマでちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、私なんですけど、Twitter では長谷川っていう形でやっています。で、主に、ナイツやパソコン技術を得意とする合宿系の SE で、電話 KBM 調査したり、最近の PPSD のバーガー用でさ実装しててですね、そんなことをしてみたりしています。まあ、このバーガー用を実装した経緯はですね、去年のリナックスフォーの時にラッキーダッセルのセッションに聞きまして、で、ラッキーダッセルが700秒ぐらいでバーガー用ネットを作るよっていうから、本当かよと試してたら、まあ、1100秒になりまして、で、1100秒があると思ったら、あ、すいません、間違えたかもしれないと。まあ、それはちょっといいです。はい。まあ、著書としてですね、全設定入門とか、ユニックスセンターの設定、管理概要とかですね、その辺やらせてもらってます。あと、スペアデザインの方、後ろに差し替えましたけど、こちらの方の、一冊目の方、第一問を入れさせてもらってます。ちょっと邪魔です。聞きます。ツイッターが。はい、あとはウェブサイトの記事の方で、TOTP さんの方で連載の方とかやらせていただきますので、よかったら見てください。で、今回は参加の経緯、やっぱりこれ話さないといけないかなと思ったんですけど、シューさんにですね、突然発表よろしくお願いしますって、って言ったら、すでに名前書かれていただきます。で、ここからが問題です。コングラチュレーションズということで、本家の QM の方に最新の全対応の方とは満載されました。で、ここ1週間、2週間くらいの話です。で、QM も全部、ハードウェアリレーションは QM でやってますので、QM というのは大事なわけです。で、最初に QM が使えるということは、そこに入っているバーガー用とかスパイスみたいなものも、全部使えるんだと、を示してないと。これはやるしかない。で、QM を試すにはですね、できるだけ全部新しいものを入れようとして、実際のレポジトリから新しい対応しているものが拾ってきて、でそれがデバイスモデルとして設定してあげれば大丈夫です。で、そのままだとうまく動かなかったのでバッチを上げました。Fedora 14で VM ポートっていう QM が持っている仮想的なデバイスに対して圧縮をすると、セグセグメンテーションポートで落ちるという問題がありまして、まあ、近いんですけど、今度はちょっと IRC くらいの時は、立ち上げたんですけど、ちょっとやり方したねえよって言われて、採用になりまして、今は本当は綺麗な感じが入っています。で、これで動くようになりましたと、それで、バーカー用を動かしましょう。で、バーカー用はなく、何かっていうと、ホストとゲストの間を、つながらないインターフェースで、例えば、バーカー用のブロックとして、仮想的なブロックデバイスをゲストに見せてあげるとか、あとは、バーカー用ネットっていって、ネットワークの方をバーガー用っていうインターフェースを通して認識させることができたりします。で、詳しい説明がですね、IBM さんの、サイトの方にあるんですけど、残念ながらですね、今日はこちらの方が、なんかダウンしたということで、ちょっと紹介しようと思ったら、メンテナンスとはどういうことだ、まあ、それはいいです。で、バーガー用ネットを全部動かすには、簡単です。VIP コールというところに、仮想マシンのネットワークの設定があるんですけど、ここでモデルコール、バーガー用というのを定義、設定してあげてください。ただし、バーガー用は基本的に MSI というメッセージシグナルインタラクトというのを使うんですけど、これが全の QM の方ではまだ対応してないんですね。それで PCI とノー MSI というのを、ベストオレスの方につけてあげないとうまくいきません。ちなみに、KDM は MSIX を使うんですけども、全の場合はゲームチャンネルという別の仕組みを使うようになっているので、あまり MSI に対するサポートは積極的じゃないという背景があります。で、ちょっと話がありまして、Google サーバーを通って先ほどお話がありましたが、こちらの方、全の方のナンプレートが採用されていますが、私と同じバーカー用で動かしましたけど、なぜかのポーティングバーカー用通線というプロジェクトもありまして、で、これ一体何するプロジェクトかという話なんですけども、どうやら想像するに、先ほどの、私は IRQ 割り込みでフォールバックすることによってバーガーを動かしたんですけど、それをイベントチャンネルの機械に動かすよ。そうすると、全部イベントチャンネルの筋でちゃんと割り込み通知ができるよっていう話らしいです。で、それを置いといて、じゃあバーガー用ネットを動いたから、じゃあ次はバーガー用ブロックサポートを、パッチ書いて送りました。そしたらですね、今度は、パッチの更新自体を受け入れられずにちょっとスタイルがありまして、今、消耗しているところなんですけども、これを入れるとですね、それなりに、認識するところまでいきま
で認識されなかったけど動かないんですね。どうして動かないかっていうのを調べたら、どれらバータイを使っバータイオブロックで、QM、テストからポストに対して要求出したときに、本来であれば、テストのメモリー空間でこういうふうに見えているものがそのまま見えないといけないんですけど、それが、ポストの QM の上でこういうふうに分かれてしまうと。で、どうやら QM の線でメモリーのマッピングの仕組みが違うことができるかなっていうところですね。で、ちょっと俺にはこんなの直せねえよと。で、もう少し簡単に、説明すると、QM の場合はテストフィジカルのメモリー空間にっていうのが、QM のポストバーチャルのメモリー空間の一部なんで、基本的には連続性が保たれるんですね。ただ、全の場合は、マップキャッシュの仕組みを使っていて、必要な部分をオンデマンドでマッピングしておくことになっているので、その代わり、3時ディレクトルの5.0でも64ビットゲストを動かせるんですけど、ただ、データが打ち切れて見えちゃうと、見えちゃうことがあって、それでボケるっていうのが原因でした。で、こんなの直せるわけないから、とりあえず、彼ら誰か直してくれるかなっていうふうに思ったら、ストリックスの人が、これは深刻な問題だよっていうことで、パッチを送ってくれたんですけど、まあ、それから毎日、給料のパッチが、結構次から届くっていうふうに言われて、で、1日目、読んで帰ると、DMA 転送が来ないと、データは壊れる、恐怖っていう。で、2日目、パッチが出たら、1日目、2日目とクリーニング利用できなくて、俺って何か間違えてるって言ったら、ごめん、こっちのレポジトリ古かったって言われて、なんかまた UBS とか発生しまして。で、3日目、なんとなく動いてるんですけど、FSCK じゃない、MKBS 繰り返してですね、QM がやっぱり落ちるんですね。で、4日目、今ここなんですけど、開発者の方では一応動き出したりらしいんですけど、私の方はデビアンの環境だと動ける。あ、そうですね。開発者のデビアン環境だと動くんだけど、私もフェドラ14の仮想マシンだと、有料が高まっている問題がありまして、ちょっとこれ、最近飲みすぎで、この、カメル VM に間に合うように直せなかったのはちょっと残念です。で、まとめていくとですね、全部 QVM は基本的な仕組みは同じで、で、全部の、ハードウェアエミュレーターとして QVM も同じものが使えるようになりつつあります。で、全部 QVM で、まあ、私はもう一番違うところはですね、割り込みの通知方法とか、あとマッピングの方法、メモリーのマッピングの方法が結構違います。で、今私が取り組んでいるタスクは、まあ、今回ご紹介した通り、全の上でバー対応が動くように、直すお手伝いをしています。はい、今後の、まあ、個人的な予定なんですけど、まあ、とりあえずバー対応は動かしたいなと。で、その他ですね、先ほど紹介しました、エンジニアなら知っておきたい仮想マシンの仕組みっていうやつで、最近プロセッサーの仮想化の結構書き終えましたので、次からちょっとメモリー管理とかデバイス用のエミュレーションとか、ちょっと身の丈に合ってないんですけど、頑張って書いていきたいと思いますので、よろしく。何か質問などありますでしょうか。ちょっと早口で大変だったかもしれないです。なさそうですね。じゃあ、ありがとうございました。
話した方がいいですか。はい、浜地と言います。マコローダーフォーリナックスというのを最近作ったんで、その話を簡単にしたいと思います。なんか私事ですけど大変眠くて困ってるんですけど頑張ります。はい、自己紹介ですが、まあ浜地慎一郎とか、アットマーク新H とかそういうのでやっています。で、まあ、大体なんか役に立たないものを適当に遊んで作るのが結構好きで、ウェブだとどうでもいいですけど、そのなんだろう、セドで映像を描くメガコスタイラーを描いてみたりとか、グータブルイメージとか、イメージとして画像だよねっていうことで、こうあの画像を描いて映像するのを作ってみたりとか、そういう動きのことをするのが好きです。で、本体のマックオーローダーをオーディナックスってやつなんですけど、何かっていうと、まあ、マックの場合がなんとなくになっておくと、まあ、なんとなくは完璧には全然動かないんですけど、なんとなく GC 仕様って言ってると。で、サファリとかで2年ぶりで、まあ、やってることとしてはワインに行ってるけど、圧倒的にやってることはまあしょうがないという感じなんです。で、こうすごい地味なデモを見せたいと思います。なんか適当に多分終わってると思うんですけど、これファイルで見るとマークを12で全員切るだろうって言われるんですけど、今のここに D マークというカラクタリを転がって、それは7つの場合で、普通がこのハローを通すとこう、なんていうか言ってる。なんかインフォマフィンクスと登録してあるんで、そのまじこれって、これ全然ダンクスで動かしたりと変わらんから、あんま面白くないっていう、残念な問題があるんですけど。で、ここになんか、本当にハローワールドいっぱい知られてて申し訳ないんですけど、このハローワールドがあってですね、なんかハローワールドの GCC とかでやって、それでどこでやって、Linux やってるか当たり前で、ここになんか、なんですかね、Apple の GCC が多かったで、シンプルユーザーって言いますね。うん、これなんか、パッドバイナリーだから、Mac をなんちゃらだけど、Apple の GCC をパクってきたやつで、こいつの方が本当に変わるとしてやると、なんか実際動いてきて、なんかアップルインクというのをリナックス製作のものにこのハローワールドとかコンパイルしてちゃんとリコールできます。できるのはまあ問題ないですよというふうに、あとちょっとグラフィック的になんかあまりにもしょうがないんで、ここはラブリとか送っていいなとか思ったんですけど、あまりなんかいいものが多くなって軽くらいのせいでグラフィックなんですけど、さっきその吉岡さんが素晴らしい説明してて、そんなに SLT っていう発想あるなと思って、それでおっぱいに。
リラックスに遭遇したよって結構 あって、ただなんかマークが映るタイミングこれ何を返せればいいかよくわかんないので、結局僕も返してみたいな。ストリームっていうのもなんか手に入れないらしいので、何をやるのかばっかりわかんないから、この1位がいるんで全部応募するとか、本当に書いてみたいな。なんか実施書を動かすためだけのために、どうなってるしかされないんです。実施じゃないと、何のためにやったかもしれないので。うん、で、まあ、あとはなんか、完全にこう、アーティストとか気持ちで、どうやらこの配列を返せば納得するらしいっていう。どうやらこの配列を返してみると、まあ、なんか、いいので、現実をしたものもあります。で、明らかにリアクシーないものとしては、まあ、コアファウンデーションですね、この CAE で始まっているんですけど、で、これはなんか、GCC のツールチェーンと、Apple 独自のツールチェーンに DC ビューティーっていう名前を、バイナリーがあるんです。それがそのコアファンデーションに使ってやがって、これは困ったと思ったんですけど、OpenCA フライトって言って何を持ってるかわからない水準のプロジェクトがあって、コアファンデーションでなんかとかで動くようにしているみたいな。で、まあ、そのプロジェクトのやつを使ったらそのままにしました。で、ここはもっと明るめにないんですけど、なんかオドロンっていうなんか水準のプロジェクトがまたあって、なんか Linux からとかで、ここはなんかそれなりに動くらしいんで、これを試してみたいなと思ったんですけど、なぜか6秒にこれが放置されてなくて、微妙に痩せるで書いてある部分があって、そこは納得ならんから、めんどくさいなと。で、とりあえず、ですね、動画の方を30ユニットに移植すればいいかなと思ってます。そしたら、まあ、もうすぐだけからのものが動いて、ハッピーな感じです。はい。で、何やら厄介なのに、普通の名前は並ぶんですけど、なんか、こういうものがあります。どう厄介だったかっていうと、まずオープンです。オープンっていうのはなんか、普通の引数は、特殊の返り値なんですけど、モードっていうのが第3係数にあるわけですけど、普通の、なんだろう、マクロの名前が違うんだけど、その値が全然違うんですね。で、ユーザーコード、マック上のユーザーコードはオートランプのつもり400を出してくるより、100差200を期待しているというような違いがあって、なんか、エミュレーションメディアみたいなのを作って、適当に名前を翻訳してやるとかいう。必要がちょっと見えますか。で、もうちょっと少し系で言うと、リードギアがこの、うっとうしいことで、リードギアっていうのは、その、リアスタイスはすごい素直な、その中身全くユーザーに触らせないように設定になってるからいいんですけど、リードギアの返り値の方の、リアエンドってやつの、コード対応、そのユーザーコードを勝手に触ることになってると。で、これ、まあ、よく見ると分かるんですけど、IO とかの順番にしますけど、2つ目の、この位置が違ったりとか、サイズが違うとかで、交代のリアクションが全然違うんですね。だから、まあなんか翻訳してやらなきゃいけなくて、ちょっと面倒くさかったです。で、何よりも欲しかったのが F オープンで、まあ、バイレスアスタリスクでギアアスタリスクを守るんだと思ってたんですけど、なんか DCC はなんか FEOFRBOC とか、そういうよくわからないなんか関数を使っていて、でそのうちらはなんかコードパンダメーターなんじゃないのに、直接そのファイルコンテンツの中身をフラグズとかユニを見てやったりして、でこのファイルの定義はもちろんリアクションマップ全然違うから困りました。困ったから、しょうがないからファイルを使うすべてのパスをラップするっていうすごい面倒くさいことをして、どういうふうにやったかっていうと、まあ、Linux 上のファイルコンテンツをこのコード対話のラップして持っているという。でこの辺はマップの真似をしていると。でこのフラグとかは全然アップデートしないから、多分マップの方ではおかしなものだと思っているので、まあ、この辺を適当にメイトリーでやると、なんかそれなりにそれっぽくというような感じで、なんとかしました。で、まあ、まとめとしては、次に書いたらそれなりに動きました。で、まあ、そういうところですね。はい。何かありますか？
場合、秋葉原の方に出て、で、あの地図の方は、こちらの受付の方に30秒ほどあるので、みんなで分けて、メモはないで、移動してください。今日は、ご参加ありがとうございました。